ポール・エリュアールは、フランスの詩人、ブルトン、アラゴン、スー・ポーラと共にダダイスム、シュルレアリスムをん引。ナチスドイツ占領下の1942年に、私は、生まれてきた、君を知るために、君の名前を呼ぶために、自由と、と歌った、し、自由を発表。英国空軍機から、フランス全土にばらまかれ、絶望に陥っていたフランス国民の心に希望を、蘇らせた。 1943年には、レジスタンスの詩人22人のアンソロジー、詩人たちの名誉を編纂し、深夜総書から観光。ゲルニカ爆撃に抗議するピカソの、ゲルニカ制作に合わせて、死、ゲルニカの勝利を発表したのを機に、戦後は平和運動に尽力。1951年にハトと女性の顔を重ねた、ピカソの石版画に、LR が死を添えた、死画集。 平和の顔が観行された。ポール・エルアールは1895年12月14日、パリ北港のサンドニのジュール・ゲイドード・オ通り46番地で、会計士のクレマン・ウジェーヌ・グランデルと裁縫士のジャンヌマリー・クーザンの子、ウジェーヌ・エミーユ・ポール・グランデルとして生まれた。エルアールという姓は、彼が21歳の時に、母方の祖母・フェリシーの相続人となったためである。 父クレマン・ウジェーヌは社会主義者で後に不動産会社を設立した。エルアールはサンドについでオルネースイコールボアの小学校に通った。一家は1908年にパリ10区のルイ・ブランドールに越した。エルアールはコルベール高等小学校に入学したが結核をわずらい、1912年7月に学業を断念してスイスで療養。 活血を起こしたために滞在を延長し、1914年2月までダボスのクラバデル療養所で過ごした。ここで後に結婚する、ロシア生まれのエレナイバノブナディアコノワに出会った。教養豊かで独立心が強く、奔放なエレナにエルアールは惹かれ、彼女をガラと呼んだ。療養中に、ネルバル、ボードレール、ベルレーヌ、ランボー、ロートレアモン、アポリネール、 ホイットマンなどを読み、試作を始め、自費出版した。1911年頃のエ r ュール1914年8月、19歳の時に第一次世界大戦が勃発、12月に動員され、補助部隊に配属された。間もなく、第22衛星小隊ついで1916年8月から北部村務県、アルジクールの野戦病院に転属された。 ここで負傷者の苦しみと戦争の恐ろしさを目の当たりにしたエルアールは沿線艦から平和主義、自由市場主義に傾倒し、ミゲル・アルメレーダが編集長を務める無政府主義の風刺新聞、ボネルージュやカナール・ワンシェンレオを読んだ。1916年12月に不評隊への転属を希望、第95不評部隊に配属されたが、病気のために退院後、 再び補助部隊に配属され、終戦を迎えた。この間、1916年9月にガラガと仏し、1917年2月21日に正式に結婚、1918年5月10日に娘セシルが生まれた。エリュアールはすでに第一詩集と義務を自費出版していたが、1917年に 友人のアリス・ジュール・ゴノンが経営する出版社から、アンドレ・デリニエールの規範外りの詩集、義務と不安が刊行された。翌18年には、反戦士の小冊子、平和のための紙幣を印刷して、多数の作家に郵送した。終戦直後、トリスタン・ツァラ、および1919 19年3月に、ダダイスムの文明誌、リテラチュールを創刊したばかりのルイ・アラゴン、アンドレ・ブルトン、 フィリップ・スー・ポーに出会い、ダダの運動に参加した。リテラチュール氏に詩を寄稿する傍ら、自ら、プロベル武士を創刊。一年ほどの短命な雑誌であったが、アラゴン、イサドラ・ダンカン、ジャン・アルプ、バンジャマン・ペレラが参加し、第四号の表紙に、ピカビア作、若い娘と題する穴が開けられるなど、ダダイストの表現の場となった。だが、1921年には早くも、 ドリスタン・サラとブルトンの対立があらわになり、他のダダイストを巻き込んで相互の溝を深めていった。同年の春に、かつてアナキスト、短微主義者として、青年知識人に新人な影響を与えた文学者、モーリス・バレスが、極右的な政治思想に傾倒したことを批判して、即興劇、バレス裁判を上演したとき、サラは観客の前でブルトンを、バレス並みの卑劣感扱いをした。 1922年1月に、ブルトンが現代精神の綱領決定と擁護のためのパリ会議を呼びかけた時にも、サラはこれを伝統への会期だとして参加を拒否した。ブルトンは立体派、未来派、そしてダダを連続的な流れとして捉え、これらを統合して次の新しい段階へと飛躍するための場を設定しようとしていたのだが、 先行するすべての文学運動を完全に否定し、全く新しい独立した運動として、だダを捉えていたツラには、ブルトンの発想は、到底受け入れられるものではなく、結局、この企画は、実現を見なかった。トリスタンツラ・アンリ・マニュエルによるアンドレ・ブルトンの、肖像写真さらに、ブルトンは1922年3月2日に、日刊紙、コメディアに、だダイごと題する記事を発表し、 ダダは有名を馳せていた時期もあるにはあったが、後にはほとんど相席の常しか残さなかった。字が立つにつれて、その絶対権力と専門とがダダを耐え難いものにしてしまったからであると、サラを批判した。サラはこれに対する応酬として、ヒゲの生えた心臓髪を創刊した。これは、創刊号をもって、習慣となったが、サラ派とブルトン派との対立を際立たせることになった。 ヒゲの生えた心臓が身に作品を掲載したザラハは、ペレ、スーポー、マルセル・デュシャン、ジョルジュ・リブ・モデ・セーニュ、エリック・サティ、ビセンテ・ウィド・ブロ、そして、エル・アール・ラであった。だが、1923年7月6日に、ミシェル劇場で行われた、ヒゲの生えた心臓の夕べは、ダダイスムの終焉を告げる事件となった。サラのほか、ブルトン、アラゴン、ペレ、ロベール・デスノス、 エルワアールらが参加したこの企画で、ダダイストのピエール・ド・マッソが、ジットは死んだ、ピカソは死んだと宣言文を読み上げたとき、友人のピカソを侮辱したことに腹を立てた、ブルトンらが、舞台に飛び上がって、マッソンに殴りかかり、警察を呼ぶ騒ぎになった。規制の秩序の破壊を唱えるダダが、最後に秩序の維持にあたる、公権力に訴えたのは、決定的であり、これまでザラを支持していた。 LR も、ヒゲの生えた心臓のゆべ事件を機に彼と決別した。サラ派とブルトン派の根本的な違いは、やがて、すべてを破壊し、無意味化するダダイスムと、無意味や無意識を重視し、そこに、新しい表現を見出そうとするシュルレアリスムの違いとして現れることになる。LR はこの間に、ただの刺繍動物たちと彼らの人間たち、人間たちと彼らの動物たち、 生活必需品と夢の結果を発表した。1921年にマックス・エルンストに出会い、翌22年8月に彼の不法入国を助けて自宅に迎え入れ、ガラトの3人の生活が始まった。エルンストはリテラチュール誌の同人たちを中心に、大作、友人たちの集まりを描き、1923年のアンデ・パンナン展に出品した。絵には、 エルンスト自身のほか、エルアール、アラゴン、ブルトン、スーポー、デスノス、ペレ、ジョルジョデキリコ、ジャンアルプ、ジャンポーラン、ルネクルベル、ガラ、そして、ラファイロとドストエフスキーも描かれている。翌22年にエルンストとエルアールの共調、フッシャの不幸が刊行された。だが、この時、エルアールはガラとの関係において、精神的な危機に陥り、 1924年3月に失踪を遂げた。7ヶ月かけてオセアニアを旅し、10月に帰国。ブルトンに捧げる詩集、死なずに死ぬことを発表した。1924年はパリ7区のウルネル通りにシュルレアリスム研究所が設立され、シュルレアリスム宣言が発表された年である。とりわけ、アナトール・フランスが死去した時に共同で執筆した小冊子、 死骸は、この権威的な存在を葬り去り、乗り越えようとする最初の象徴的な行為であり、一大スキャンダルを巻き起こした。エルアールは、この小冊子に、ありきたりの老人と題する文章を掲載した。この他、ブルトンの、埋葬拒否、アラゴンの、すでに死者を殴り倒したか、スーポーの、間違い、ピエール・ド・リュラ・ロシェルの、我々は騙されないなどが掲載された。 1924年12月1日に文芸誌、シュルレアリスム革命が創刊され、LR はアラゴン、ペレ、デスノスラと共に、シュルレアリスム作品として詩を掲載した。マンデーの写真、デキリコ、エルンツとピカソ、アンドレ・マッソンらの画も多数掲載された。表紙には参加者全員の写真の下に、新人権宣言となるべきであると書かれている。出版社は、 ガリマール図書で、最初の4号は、ペレとピエール・ナビルが編集、以後は、アラゴンが中心となって1929年まで5年に、わたって、自動記述、睡眠実験、デペーズマン、コラージュ、無意識、夢、偶然、不条理などシュルレアリスムの重要なテーマをすべて取り上げ、運動の最も重要な雑誌の一つとなった。クロズリー・デリラ1925年7月2日に、 シュルレアリストらがクロズリー・デリラで、詩人サンポルルーのための祝宴を行った。サンポルルーはすでに64歳であったが、自動記術の手法をいち早く取り入れ、シュルレアリストに先立つと仰がれた詩人である。また、後にアラゴン、デスノス、ベルコールらと、体独抵抗運動を牽引したことでも知られる。この席で、サンポルルーと同年代のデカダン派の女性作家ラシルドが、 愛国心からフランス人女性がドイツ人男性と結婚することは決してないだろうと発言したとき、ミシェル・レリスがフランスだとアブドエルクリム万歳と叫んで窓から飛び降りたこともシュルレアリスムを象徴する逸話として残っている。実際、この頃アンリ・バルビュースが1919 19年に発表したクラルテを契機として共産主義知識人らが起こした国際的な 反戦平和運動の機関し、クラルテにシュルレアリストが参加するようになり、とりわけ、リーフ戦争で、フランスが1925年7月に、リーフ共和国に宣戦線復刻して、モロッコに侵攻すると、バルビュスの反戦の呼びかけに賛同したシュルレアリストと、クラルテ氏の共産主義者が、リーフ戦争反対声明に共同署名し、これを、まず革命を、そして常に革命をと題して、 共産党の機関誌、ルマーに手紙に掲載した。これは、シュルレア・リストラにとって、文学芸術革命を社会革命へつなげようとする、試みであり、以後、エルアール、アラゴン、デスノス、レリスラが、次々と、クラルテ氏に執筆した。エルアールは、革命的知性、サド公爵というコラムを3回にわたって掲載した1926年末から、翌27年にかけて、 エルアール、アラゴン、ブルトン、ペレ、ピエール・ユニックが共産党に入党した。5人は、シュルレアリストの入党に関する誤解を解くために、白日の下にと題する小冊子を作成し、シュルレアリストは共産党において特殊な役割を担うことになると主張したが、逆に誤解を招くことになった。向かって、右端が、ヌーシュ、左端が、LR1927 年に、 シュルレアリスムの詩集、苦悩の詩と、1929年にはガラに捧げる、愛、詩を発表した。一方、ガラは、エルンストと公に付き合うようになっていたが、エルアールが、ベルギーのシュルレアリスム作家、カミーユ・ゲーマンスを介して知った画家サルバドール・ダリに会う、ために、ガラと共に1929年に、カダケスを訪れたとき、彼女はダリに惹かれ、 1934年に正式に結婚した。LR もまた、1930年にアルザス生まれの女優のマリア・ベンツに出会った。彼女もまた、ドラマール、D ・ミラー、バランティーヌ・ユーゴーらと共に、シュルレアリストのミューズとされる。LR は彼女をヌーシュと呼び、4年後に結婚。1946年に彼女が休止するまで16年間共に生きた。 1930年にエールは、ブルトンとの協調、無限在の親鳥を発表した。これは、シュルレアリスムの自動記述を綴ったものであり、神経衰弱疑似症の実験、強烈な変質狂の疑似症の実験、全身麻酔疑似症の実験、表現作乱疑似症の実験、創発性地方小疑似症の実験などの内容を含む。部数は2000部。 合わせて豪華版111部が刊行された。表紙にはダリによるエロティックな画が掲載されている。カトリックの無限在の親鳥は聖母マリアの処女,女解体と区別され、マリアが母アンナの体内に宿った時から現在を免れていたとする競技であり、表紙画の原案ではルルドの聖母の写真を使用し、頭部の周囲に私は無限在の親鳥であると書かれていた。 カトリックの教義の非科学性を批判する本書は、ダリの画を掲載することで、その意図を明確に示すことになった。一方、この頃から共産党が組織する活動にも参加した。1931年に、パリ12区、バンセンヌの森近くのポルトドレミアで、植民地博覧会が開催された。共産党はこれに抗議し、LR、ブルトン、アラゴン、ユニク、 ペレラのシュルレアリストは植民地博物館へ行ってはいけないと題するビラを配布した。また、1930年にハルキウで開催された国際革命作家同盟の大会を機に、1932年3月にイーアのフランス支部革命作家芸術家協会が設立され、エルアール、アラゴン、ブルトン、デスノス、ペレ、ルネシャール、エルンストラのシュルレアリストのほか、 ロバートキャバ、バルビウス、アンドレ・ジット、ロマンドラン、ウジェーヌ・ダビ、ジャーン・ゲーノ、ジャン・ジオの、アンドレ・マルロー、ポール・ニザンラが参加した。同年8月には、バルビウスとロマンドランが呼びかけ、アムステルダムで開催された、反帝国主義戦争国際会議に出席した。この会議に参加した知識人は、さらに、パリのサルプレエールを拠点とする反、ファシズム労働者運動に合流し、 1933年に、反戦、反ファシズムのアムステルダムイコールプレイル運動を結成した。この時、エルアール、ブルトン、シャール、ロジェカイヨワ、イブタンギー、アンドレテリオンラシュルレアリストは、反戦は平和ではないと題するパンフレットを配布し、ナチズムの脅威を前にしてもなお戦争を拒否する、平和主義者を批判すると同時に、闘争、革命による平和の獲得を訴えた。 一方、春ウ会議を機に、社会主義リアリズムに転じたアラゴンに対して、シュルレアリストラは、とんだ道家だを発表して彼と決別した。これは、アラゴンが、ソ連滞在中に書いた、長子、赤色戦線が掲載された、国際革命作家同盟の機関誌、世界革命文学のフランス語版が、パリで押収され、翌1932年1月16日に、 無政府主義の宣伝のために、軍隊に不服従を促し、殺人を強さしたとして告発された事件であり、シュルレアリストラは早速、裁判を目的とした、試作品解釈の試みに抗議し、訴訟の中止を要求するという声明を発表し、アラゴン告発に抗議する署名運動を開始。たちまち、フランスだけでなく、ベルギー、ドイツ、チェコスロバキア、 ユーゴスラビアなどの知識人から300人以上の署名が集まった。だが、シュルレアリストラにとって、アラゴンを支持することと彼の死に対する評価は別問題であり、ブルトンは死の貧困を発表して、赤色戦線は新しい道を切り開くものではなく、状況の歌であり、死における抗体であると断言。これに対して、革命作家芸術家協会は、アラゴンを支持し、アラゴンは、 リュマに手紙に、死の貧困の内容を否認するとする、囲み記事を掲載した。とんだ道ケだは、この件に決着をつけるために書かれたものであり、エルアールのほか、シャール、クルベル、ダリ、エルンスト、ペレ、タンギー、ティリオン、ツァーララが寄稿している。中でもエルアールはさらに、証明書と題する文書を発表し、彼が生の弁償法と呼ぶもののためにどれほどくだらない、矛盾を犯してきたかが、 今ようやく分かった。アラゴンは別人になった。もはや彼のことを思い出すこともないと、最も辛辣な批判を投げかけている。だが、共産党の度クレジスタンスグループ、国民宣戦線幹事長を務めた、共産党員のピエール・ビオンは後に、我が友、我が同士に次のように書いている。ある日、私たちは、昔のこと、シュルレアリスム宣言の頃のことを話していた。ポールは、 シュルレアリストグループの分裂や彼がアラゴンと意見をことにしたことを思い出し失われた歳月に対する開根の色を浮かべていったあの時正しかったのはルイダ二人は10年後に再会して共に分泌活動による対独抵抗運動を展開することになる1933年7月エ r ールは共産党を離党さらにブルトンが 革命作家芸術家協会を除名されたのを受けて、エ r アールも脱会した。エ r アールは、アクションフランセーズなどの右派、極右勢力がナチスによるドイツ制覇に連動して民衆を先導して起こした1934年2月6日の危機に抗議する左派の呼びかけに参加した。これは、人民戦線の結成につながる運動であり、1930年代には、左派知識人による 反ファシズム団体が複数結成されたが、これらは主に共産党が主導する団体であり、離党後のエリアールはこれらの活動に関わっていない。実際、1935年6月にパリで開催され、第1回文化用語国際作家会議では、アラゴンがソ連代表、イリア・エレンブルグの協力を得て事務局を務め、ソ連からは、エレンブルグの他イサーク・バーベリー、ー ドイツからは、ハインリヒマン、ベルトルトブレヒト、アンナゼーガース、オーストリアから、ローベルトムージル、英国からオルダス・ハクスリーラが参加したが、エレンブルグと対立したブルトンが、同会議から追放され、このことが間接的な原因となって、結核をわずらっていたクルベルが自殺するなど多くの問題が重なった。さらに、ブルトンの代わりに、彼の演説原稿を読み上げたエル・ワアールは、 フッ素相互援助条約の締結及びフッ素文化協力に反対したと誤解された。この結果、コミンテルン及びスターリンのソ連を支持する共産主義者らとシュルレアリストらの決別は決定的なものとなった。1934年初めにピカソ展の一環としてスペインで一連の講演を行い、6月にはロンドンで開催された国際シュルレアリスム展で講演。 スペイン内戦が勃発すると共和派を支持して、再び共産党に近づき、このため、同年、同年12月には、共産党の機関誌、ルマニテに、エリュアールの誌が掲載されている。1938年3月に、ゲルニカ爆撃に抗議する、ゲルニカの勝利を含む、誌集、自然な流れを発表した。ゲルニカの勝利は、ピカソの、 ゲルニカ政作に合わせて書かれた詩であり、同年4月に発表した詩、連帯には、ピカソの他多くの画家が差し絵を入れ、スペイン共和派支援のための小冊子として販売された。これ以後、民衆のバラから、一人の地兵から、万人の地兵とエリガールの詩に対するピカソの影響は、ますます強くなっていく。同年12月には、ルイパロとの協約で、フェデリコ・ガルシー・アロルカの詩、 サルバドール・ダリ賞を発表した。一方、ブルトンとは1938年1月から2月にかけてパリのボザ・ール・画ローで国際シュルレアリスム展を共催したが、ブルトンがレフト・ロツキーと作成した独立革命芸術国際連盟結成に向けたマニフェストには署名しなかった。これを機に二人は決別した。私は生まれてきた君を知るために君の名前を呼ぶために 自由とエルアールが亡くなった、シャライコール・ルイ・コール・ポンにある名番1939年9月、第二次世界大戦勃発。エルアールは、陸軍中尉として、ミニエールの経理部に配属されたが、翌1940年6月22日の独仏、急戦協定締結後にサンシュルピス・ラポアントで、復員し、パリに戻った。スペイン内戦で、共和派を支持したエルアルは、再び、 今度は文筆活動によってナチスの言論、思想弾圧に抵抗する運動を展開した。1942年に詩人マックス・ポルフー主がナチスドイツによる検閲を逃れるためにアルジェで創刊したフォンテーヌ詩に LR の最も有名な詩、自由が掲載された。私は生まれてきた君を知るために君の名前を呼ぶために自由とで結ばれる。この詩は 占領軍による弾圧、恐怖によって絶望に陥っていたフランス国民の心に希望をよみがえらせた。マキは英国空軍機からこの詩をフランス全土にばらまいた。エルアールは自由を含む詩集、首都、真実、戦争中の恋愛歌7編をフォンテーヌ氏出版社から偽名で刊行した。ピエール・セゲルスもまた。 エルールの無意識の死と意図した歌を南部の自由地帯で印刷し、配布した。1942年にエルールは再び共産党に入党し、同党主導の全国作家委員会を北部地帯で結成するために、大独協力を拒否している作家、詩人たちと連絡を取り、その休合に努めた。全国作家委員会はすでに、アラゴン、エルザトリオレ、ジャンポーランらによって、 南部の自由地帯で結成され、アラゴンが代表を務め、ジャンカスー、クロード・アブリーヌ、ルイ・マルタン・ショフィエラが参加していた。当時、ニースで活動していたアラゴンは、南部地帯と北部地帯における全国作ー委員会の活動を統一し強化するために、1943年の初めにパリに出てエルアールと話し合うことにした。偽造通行証を持ってエルザと共に、 リヨン駅に着いたアラゴンをエルアールはヌーシュと共に出迎えた。10年ぶりの再会であった。アラゴンはこの葉や人々を吹き散らす風は1930年代我々の間を引き裂いた。この歴史は我々の歴史にとどまらず歴史だった。我々を引き離したものはついに永久に再び我々を結びつけたのだと書いている。一方、当時差し絵画家であった。 ジャングリュレルと作家のピエールド・レスキュールは地下出版社の深夜総章を創設。エリュアールはエディット・トマを介して彼らに会い、1943年に抵抗詩人22人のアンソロジー、詩人たちの名誉を編纂し、深夜総書から刊行した。アラゴンはフランスの気象ラッパ、セメクの中で歌ったもののバラード、バラと木星奏などの詩を掲載した。エルールは偽名で、 ナチの歌、敵の素晴らしき正義、勇気を掲載するほか、無署名で書いた序文で、次のように訴えた。アメリカ人民に鼓舞された、ホイットマン、武器を取れと呼びかけたユーゴー、パリコミューンから霊感を与えられた、乱暴、自らも奮い立ち、人をも奮い立たせたマヤコフスキー、広大な県地に立った詩人たちは行動へと、導かれたのだ、闘争こそが詩人たちに力を与えることができる。 1943年11月から翌44年2月まで、南仏ロゼール県サンタルバンイコールシュルリマニョルの精神病院のイシルシアンボナフェの下に身を隠した。詩人たちの名誉が民衆の共感を呼び、たちまち数番を重ねたため、再びパリに出て、5月に第2号、欧州兵を観光した。エルアールは蒸気のほか、苦しみの武器、 ドイツ軍の集合地にてなどの詩集を、モーリス・エルバン、ジャン・リュウーの偽名で、地下出版した。また、作曲家、フランシス・プーランクは1943年に、エルアールの詩による、カンタータ、人間の顔を作曲した。戦後の2年間はエルアールが最も勢力的に、執筆活動を行った時期であり、長い愛の反射、途絶えるし、 持続することへの厳しい望みなどの刺繍を発表した。1946年1月には、ロマンドランラが1923年に創刊したユーロープ氏の編集委員を務めるほか、チェコスロバキア、イタリア、ユーゴスラビア、ギリシャなどで講演を行った。1946年11月28日、ヌーシュが脳卒中で休止、去年40歳。エルアールは、 絶望に陥った。翌47年に、ヌーシュツイトー州、はは、溢れるおよび、記憶すべき肉体を発表した。1948年8月に、ポーランドのブロツワフで、知識人世界平和会議が開催され、LR は、ピカソ、フェルナンデジェ、イレーヌ・ジョリオ・キュリーと共に参加。世界平和評議会が結成され、ピカソの鳩が平和運動の象徴となった。 翌49年4月にパリで開催された平和用語世界大会に世界平和評議会代表として参加した。ペール・ラシェーズ墓地のポール・エル・アールの墓エル・アールは1949年に再度ギリシャを訪れた。今回はド・ゴール内閣で食糧賞を務めた平和評議会議長のイブ・ファルジュと共にマケドニアの山岳地帯グラモス山の根拠地に パルチザン部隊を見舞うためであった。同年9月に世界平和評議会代表としてメキシコで開催された大会に参加し、ここで最後の詩集、不死鳥を捧げることになるドミニクルモールに出会った。不死鳥初秋の死にエルアールは人間は生まれついている互いに共鳴するように、互いに理解し合うように、愛し合うように、君がやってきて孤独は破れ去ったと書いた。 二人は1951年に結婚した。1950年にワルシャーゲットーの巡難者と当時に捧げる歌を発表。ドミニクとチェコスロバキア、ハンガリー、ブルガリア、ソ連を訪れ、ソ連ではフッソ教会代表としてメーデーの祭典に参加した。1951年10月にピカソとの共著、平和の顔が観光された。ハトと女性の顔を重ねた。 ピカソの石板が29作のそれぞれに、エルアールが足を書いた、詩画集である。1952年2月に、ジュネーブで、状況の歌に関する講演を行い、2月末から3月初めに、かけて、モスクワで行われたビクトル融合生誕150年祭と、ニコライ・ゴーゴリ没後100年祭りした。9月に、狂心症の発作を起こした。11月18日、 サイドの発作を起こして死去、去年56歳。ペールラシェーズ墓地に埋葬された。ありがとうございます。